最初はグーじゃんけんほい、はい、こうでしょ、ここ。それでは行きたいと思います。8小節3本ですよね。3本ですね。それでは行きたいと思います。先行翼、高校シグリ、8小節3本、DJ クレハル、プリンザ・ピー。わっしゃん、クソメガネおじさん。よ、わっしゃん、クソメガネおじさん。でさ、お前がバトルに出たくねえとかも知らねえ。ぶちかましてあげるだけだ、おじさんが。だからこの音だけ現場、ぶちかましてエンターテイナー。わからせていくだけだぜ、このマイクフォン。パラスタイム、スタジオサイバー。わっしゃん、ドア壊し、少年。俺出たくねえんだよマジで。前ユーマさんの前ですごいひどい試合しちゃったからさ、あんまりやりたくないと俺は思ってます。で、あと俺おじさんじゃないからな。おじさん他にいるからな。お前の顔が21歳どう考えても見えないんだよ。初対面からずっと思ってたんだよ。OK そんな感じだぜ。21歳拳でだけど俺は自分を鼓舞してだけだぜ。この場所足あと残してだけだぜ。マジであとイエー、沸かすって言うんじゃなくて、沸かして証明してくれって俺は思うんだけどさ。いや、年齢がどうも関係ねえよ。いやー、人の顔をいじるのやめてくれませんか。本当に悲しいよ。楽しんご、嬉しかったから頂上行くって日本語どうなってるのかって聞きたくなるぜ本当に。いや、褒められたんだったらその褒められたってこと言わずにちゃんと自分の成績とかそうやって活動で証明すればいいと俺は思います。それうなずいたら負けてやぞお前。終了。それでは皆さん投票のお願いします。先行翼、高校しぐれ、もう一回上げて、もう一回上げていくよ、もう一回いくよ。先行翼、1、2、3、高校しぐれ、1、2、勝者翼です。しぐれくんはね、ヤジが受けないと滑るってことが分かりましたね。